はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日は史上最強モンスター、使っていこうと思います。まあ私何回も動画にしてるんでね、ご存知の方も多いと思いますが、怪奇怪獣ガメシエルという最強モンスター、皆さんご存知でしょうか。これ本当に強いんですよね。このモンスター、怪獣ってね、相手の盤面に送りつけるだけじゃないんですよ。あの固有効果があって、基本的には、4番目の、怪獣カウンターを取り除くことによってなんかうんぬんかんぬんするみたいな効果があって、ガメシールって魔法トラップモンスターの効果が発動した時にカウンターを2個取り除くと、その発動を無効にして除外するっていう効果が打てるんですけど、これ1ターン1の制限ないんですね。だからカウンターを2個取り除き続けることができれば、まあ、一生相手のカードを無効にして除外していくことができるんですけど、まあ、これ同時支援上でも使えます、もちろん。はい、で、単位制限ありませんと。で、怪獣カウンターを置くためのカードが必要で、それが共闘ウォーターフロントなんですよ。で、テラフォーミングとか上がっちゃったんで、マスターデュエルって、手がつくやばいデッキのせいで。なんで、共闘ウォーターフロントを結構サーチする手段が結構難しくなっちゃってたんですけども、やばいモンスターがね、まあ、解放されてるじゃないですか、今。エンシェントフェアリーっていう。このうなぎの効果がフィールド魔法を破壊して、フィールド魔法を持ってくるっていう効果だから、フィールド魔法さえあれば、フィールド魔法サーチできるんですけど、絶対フィールド魔法を張りながら展開する、かつ召喚剣を使わないで展開、むっちゃ横にできるっていうテーマがありまして、それがスプリガンズなんですよ。これ大体ゴールドゴルゴンだっていうね、カードとスプリガンズカードを使うと、横にめっちゃモンスター展開しながら召喚剣使わないっていうことができて、これすごいこと起きるんですけど、これそうするとなんかそのエンシェントフェリーとか出しながらフィールドを察知できるんですよね。でウォーターフロントを張れるんで、そうするとなんかスカルデットとかで4枚ドローしながら、ガメシエル出して、でカウンターがめっちゃ乗ってるっていう状態ができるんですよ、これ先行で。これがねめちゃくちゃ強いんです。はい、というわけで今回はね、このスプリガンズ展開を使ったこのガメシエル、このモンスターのパワー皆さんにお見舞いしていきたいと思いますので、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。このスプリガンズとかいうデッキマジで可能性の塊だとは思うんですけどね、マジで当たったことないですけど、ランクマとかでは一回も当たってないです多分僕こんだけマスターデュエルやってますけど、皆さん当たったことありますかね。これね、ほんと可能性の獣なんですよね、このデッキ。本当にいろんなことが召喚剣使わずにできるんで、これね、ほんと2枚コンボなんだけどめちゃくちゃ強いギミックにはなってますね。とりあえずバンガーを落としておくと結構強い動きができるんで、一旦とりあえずバンガー落としといて、で、スプリンガンズモンスターは、船に乗り込むことができるぜ。お前ら乗り込んでいけ。うわっ、よし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 。そして、スプリンガーズモンスターの上に重ねてオーバーネットが再構築。エクシエンス召喚ギガンティックチャンピオンサルガス、かっこいい。そしてサルガスの効果を発動。サルガスの効果により、デッキからスプリンガーズカードかセリオンズカードを手札に加える。うらら、いいだろう、大丈夫。なんでかっていうと素引きしてるから、うらら打つところ多分ここだと思うんだけど、素引きしてると貫通できるんで普通に貫通しますね。タリホースプリガンズ発動、フィールドのオーバーレイユイットを3つ使って発動、3つ使ってデッキからスプリガンズモンスター1体を手札に加える動きをしながら、素材を取り除いていると、取り除いた数だけ、手札墓地から、スプリガンズモンスターを特殊召喚するという効果を持っている。そして、サーチしてきたモンスターもそのまま特殊召喚できるため3体のモンスターを特殊召喚。はいはいはい、これやってることやばすぎだよな。で、スプリガンズキットの効果を発動。スプリガンズキットの効果によってデッキから楽園の消えを手札に加え、そして、まあ、エフェクトベイラーちょっと若干もったいないけど、まあ戻すしかない。ちょっと展開の都合上レギュラスでね、相手の誘発とかをケアしながら動くとかできないから、墓地に機械族がたまる瞬間がないからね、展開途中にね。でもそこだけちょっとね微妙なところではありますけど、まあここだったらもう打って大丈夫なんですけど、ギガンティックチャンピオンサルガスを装備しながら、レギュラスを特殊召喚で、これで1回効果無効が飛ばせますよと。そしてこっち先ですね、バンガーの効果を発動。このカードとスプリガンズカードをゲームから除外しながら、デッキからスプリガンズカードを1枚手札に加えることができる。スプリガンズウォッチを手札に加えていく。ス
プリガンズウォッチは、ゴールドゴルゴンダ大境が存在している場合、デッキからスプリガンズモンスターを手札に加えながら墓地に送るという効果を持っているので、この動きが、ね、すごい美しいんですよね。ブラザーズを、手札に加えながら、まあ、ロッキーを墓地に送っていくという動きをしていくと、これでブラザーズを切れるので、楽園の起源を発動。ブラザーズを、手札から捨てながらスプリガンズ、あ、違う、スプリンドを持ち送って、で、キットを回収。そして墓地に送られたブラザーズの効果を発動。ブラザーズは、手札から墓地に送られると自分の墓地の、スプリガンズモンスターを特殊召喚できる。でロッキーは特殊召喚に成功した場合自分の墓地のスプリガンズを回収できる。これがね本当に美しいんですよね。そして、レベル4の機械族モンスター2体でオーバーレイエクシーズ召喚アラロギアギガントクロス。そしてギアギガントクロスの効果発動、オーバーレイミットを1つ使い、デッキからレベル4以下の機械族モンスターを手札に加えていく。ちなみにまだ召喚権を抑えていないため、アレイジェネクスバードマンを召喚。そしてレベル4の、キットにレベル3のバードマンをチューニング。新規の召喚アラレオエンシェントフェアリードラゴン効果発動。エンシェントフェアリードラゴンの効果によりフィールド上のフィールド魔法をぶち壊し、1000ライフ回復しながらデッキからフィールド魔法をサーチ。そして共闘ウォーターフロントを発動わけわからんだこれ。エンシェントフェアリードラゴンの効果、手札から、モンスターレベル4以下のモンスターを特殊召喚。このターンバトルフェーズを行うことはできない。いてー、このバトルフェーズを行えない制約マジで痛いぜ。そしてスプリガンズキットを特殊召喚。そしてモンスター4体の魂をリンクワーカーにセット。サーキットコンバイン、アラレオ、サルージャ、スカルデット。そしてフィールドから墓地にカードが送られたため、送られた数だけカウンターが乗るぜ。そして4枚ドローし3枚カードをデッキに戻す。さらに共同ウォーターフロントの効果、カウンターが3つ以上存在している場合デッキから怪獣モンスターを手札に加えていく。さらにサルジャ、スカルデットの効果を発動。手札からモンスター1体特殊召喚アラレオ怪奇怪獣ガメシエル最強これが最強ですわ。最強盤面爆弾短終了。スプリンドの効果、デッキからスプリガンズモンスターを特殊召喚。これで、キャプテンを特殊召喚していく。ちなみに皆さん、怪奇怪獣ガメシエルの効果はご存知ですか？この怪奇怪獣ガメシエルというモンスターはなんと共闘ウォーターフロントに置かれている怪獣カウンター、これを取り除くことにより、相手が発動した何でもカードの効果を無効にし除外する効果を持っています。ちなみにこの効果ターン1制限がありませんこの効果にターン1制限はついていない。さあアレベルの、召喚成功時の効果、怪奇怪獣ガメシエルの効果を発動。共闘ウォーターフロントのカウンターを取るとき、相手が発動した魔法トラップモンスターの効果を無効にし除外するマジ強え、この効果マジで強え、ほんとに強いんだよね。これ先行で出した時のガメシエルマジで強くて、いや本当にやばいですこのモンスターは。あの怪獣って送りつけるだけじゃないんですよ皆さんね。まあ、怪獣は送りつけるというイメージがね、あるかと思うんですけども、これ自分の場に置いといてこのカウンターを使ってる時が一番強いまであります。他にもね、めっちゃ強い怪獣いっぱいいるんで、よかったらね、皆さんもちょっと効果読んでみてください。アルバロスの楽園ですね。はいはい。で、その効果も無効にして除外していくちなみにこれカウンター、共闘ウォーターフロントのカウンターはカードがフィールドから墓地へ送られるたびに発動するんで、はい、ちなみにこの状況でまだサルガスの破壊効果とレギュラス の無効効果が残ってます。それはうららで、はい、あ、まあ一応キャプテンでもよかったか、はい、まあいいですわ。さあ相手にワンチャンも残せないといったところ、ワンチャンのさ、今キャプテンの方が良かったですね、カウンター乗るんでまあ何もできないと。これがガメシエルのパワーです。
いややっぱエンシェントフェアリーって強えわ。エンシェントフェアリーとかいうモンスター強え。ああ、ね、フィールドラフをサーチ機能マジで偉いね。実質ね、実質サーチがついてるのがマジで偉い。まあ、とりあえず一回ゴールドゴルゴンダ発動で、ゴールドゴルゴンダの効果を発動。まあ、結局ねこのスプリガンズデッキの弱いところはどこまで行ってもこの2枚初動っていうところですね。2枚で動かないといけないっていうのがまあきついのと、あとなんかフィールド魔法がないとやっぱ何もできないし、フィールド魔法プラススプリガンズカードがないと何もできないんで、まあ、それが弱いですね。そこがなければな、もうちょっとなんかゴールドゴルゴンダありきみたいな構築じゃなければねよかったんだけど、もっとゴールドゴルゴンダありきみたいなとこあるんで、デッキの中にねゴールドゴルゴンダをいっぱい入れなきゃいけないんですよ。そうするとやっぱかぶり引きとかあるしね、ちょっとねそこがね問題だよね。汎用カード入れにくいとかねあるんだけど、まあ、ただ動きはマジ強いんで、まあ、トガリホースプリガンズがマジ強いからこのカードマジ強いんだよな。でタリホーっつって言って、サルガスの、素材を3つ取り除くことによって、まあ、世界を終わらせるやばい動きができると。で、スプリガンズキットを回収して、素材取り除いているとモンスターを、取り除く数だけ特殊召喚できるんで、特殊召喚と。スカルゼットの4ドロー弱すぎんかこれ、どうなってんだこれまあいいか、スカルゼットの4ドロー弱すぎて草なんだが、まあいいわ。共闘ウォーターフロントの効果によってガメシエルちゃんを手札に加えていくぜ。ガメシエル爆弾、うおー。結局ねこのモンスターマジ最強だ、世界最強モンスターが、まあ、無効にして除外ってなかなかないですよ。あんまやっぱ無効にして除外できるカードってやっぱ少なくて、無効にして破壊とかあの結構よくありますけどね。あと効果を無効にするとかね、やっぱ無効にして除外するって相当ですよ。はい、相当強いですこれ。ガメシエルのこの能力は多分遊戯王界でも相当強い方だと思う。うん、一番強い怪獣なら誰ですかって言われたらガメシエルだから。アラメシアか、アラメシアめんどくせえな。アラメか、まあでもスルーしていいか。アラメシアはサルガスがいるんでなんとかなりそうですね。サルガスが一応破壊できるんでカード、はい、いいでしょう。でキャプテンの効果でオーバーリミット一つ使いながら相手のカードを破壊するよという効果がありますので、とりあえず、勇者トークンを破壊していく。これでまあ、グリフォンライダーとか出てきても大丈夫、ドラゴンバックも大丈夫。さあどうする、勇者で妨害を踏ませることはさせないですよ。着替える、なるほど。ファビジ着替える、なるほど。それチェーン逆の方が良かったんじゃない。とりあえずガメシエルの方が発動するね。とりあえずカウンター2個取り除くね。さあ着替える君の効果が無効になって除外される。それ多分一応無効に、まあでもあんま関係ないからね、破壊があるからあんま関係ないわ。破壊があるんで多分生き返るの特殊召喚無効に実施できるんであんま関係ないから、まあ、でも一応チェーンってやるのがいいと思うよ。はい、で召喚成功時効果は発動できない。どうぞ。さあどうする、大丈夫か。スプライトブルー、なるほど。特殊の成功事故か。まあガメシエル無効にしちゃっていいな。ガメシエル効果発動、カウンターを2個取り除いて、効果を無効にできるの効果にチェーンしてマッサスの指名者発動する。これでマッサスの指名者がフィールドから墓地に行くのでカウンターがもう1個溜まる何にしよっかな、うららとかでいっか。さあこの際うらら無効、まあ、あんま関係ない気がするけど、これでフィールドからカードが墓地に送られたのでマサの指名者のね、なのでカウンターがもう1個溜まってさらに無効効果が復活する。はい絶望のカウンター復活、絶望のカウンター復活。あ、旅路、あ、それはいいよ。旅路はどうぞ。旅路なんていくらでも初使ってもらって構いません。はい、で、はいはいはい、はい、いいですよ、どうぞ。
はい、どうぞどうぞ、ご自由にどうぞ。さあ手札2枚、あーもうどうぞどうぞ、ご自由にどうぞ、それもどうぞ。別にこっちの場面触ってこないからあんま関係ないですねあれは。はい、どうぞどうぞ。セット。やっぱね、ガメシールっていうモンスターマジ強いんだよな、本当に。このモンスター本当に強い。とりあえずカウンターを増やしていこうはしていきましょう。ゴールドゴルゴンダを回収してカウンターが3になって、怪獣サーチして、これね、あんま怪獣ちょっとやっぱ枠なくて入れられないんですけど、まあ、もうちょっと怪獣いっぱい入れてもいいです、別に。でこれでやばいかったもん、やばいだと思ったモンスターはこの普通にラディアンで相手のモンスターしょって、まあ、動いていくみたいな感じですね。ちなみにトークンがあると、あのラディアンもこ結構あのトークン出す、あトークンがあるんじゃない、やカウンターがあるとラディアンもトークン出すっていう超強い効果あるんだけど、さあそのくせカードは使わなくてもいいんですか。まあ使っても無効にしますけど、はい。でカウンター4になる、でまた無効効果2回打てる。やっぱさ、このガメシールとかいうモンスター頭おかしくね、こいつやりすぎなんだよ絶対。ガメシール来とるな、ワンチャンガメシールでなんとかなる盤面来ねえかな。一応怪獣2枚だけ入ってるんで、まあ、あの引けたら高校でも一応1枚だけはしょれますけどね。はい、ゴールドゴルゴンダからの展開が、あでもこれ結構タリホー引いてるからワンチャンあるかもしんないな。さあ一体全体ここからは、はいはい、親カモイムね。なんかおじいちゃんが泣いて喜びそうなモンスターめっちゃ出てきてるな。セイントマジシャン闇の仮面とか、一体君は何をしたい。レスキューキャットでガードドッグ真空イタチ、はあ、このターンなんかリバース系のモンスターがめちゃくちゃ、ああ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 、回転してきましょう。出たー、最強カードきたー。全部やべ、リバースモンスター全部裏にしたけど、えそのくせカード何、砂漠の光、あやばいね。フィールド上のモンスター全部表側にするカード、あーやばいね。このターン相手はモンスター特殊召喚できない。リバース者の魔法カード回収、真空イタチ君何、相手は魔法トラップカード発動できない、闇の仮面でトラップカード回収、サーチライト面は何する人、いややば、相手はカードをセットできない、やばすぎでしょこれ、やばいやん。これ計らったらなんとかならないですよね。ああ、ならないですね、ならないですよね。何この地獄リバースデッキ。打点低すぎてさ、3ターン目でワンキル取られないのもめっちゃうざいわこれ、うざ。てかお前アストラムで泣くれや、ふざけやがって。ふざけやがって通報してやがるな。